どうもお疲れ様です。即課塾の久保です。今日も公明党に怒りをぶつけたいなぁと思いますね。先ほどですね、内閣不信任決議案が出されましたけども、政権与党の多数決ということでね、多数派が起立したことによって否決されました。否決されるのはしょうがないんだけども、で、自民党がね、立つのはしょうがない。自分の党だからね、心の中でいろいろ思うことがあっても、 ま、自分だけが立っても座っても全体に影響がないかみたいな感じでまるで昔道徳の時間に教わった水になったワインっていうね話があるんですけどもまあそれを思い出したなっていうとこですねまあ自民党もしょうもないなと思うんですけどもただねこの不信任決議案を止めることができるのは公明党でしょこういった時のために公明党がいるんじゃないですかだって公明党だって今回のことに不満でしょ 国民のためになってないと思うでしょ政治家だけの特権が守られて、今度はね、抜け穴合法案が出ちゃったわけじゃないですか。政治資金規制法ですよ。何なんだよと思いますよね。それこそ、公明党が今回、この不信任決議案に起立をしなければ、自民党だけではね、多数派が取れずに、これが通っていたんですよ。つまり、自民党の総裁はじめ、 閣僚がガラガラポンでまた一からってことになったんでまあ奴らの特権をぶち壊すことができてねその新官をサムから締めることができたはずなんですよそれと分かっていながら今回公明党がまた自民党の加担をしてですねまあ、とんでもないインチキ野郎だなと公明党もうこの野郎お前何とかしろよこれで公明党 <laughs> ねえ口が悪いですねすいませんねで公明党をね支持している総科学会 あなた方はね、私に対してそして私たちに対して公明党にお願いしますって言った結果こんな国をね作らしたのかとちょっと痛いなね怒り心頭ですよもうはっきり言って創価学会の皆さんには恨みがありませんけどもでもこうなったらねもう弟子が憎けりゃ今朝まで憎いなお尚かお嬢憎けりゃ今朝まで憎いってねまあ折しも宗教でつながっちゃったわけですけども まあ公明党が憎いからね、もうこうなったら、総価学会も憎いよってことになりかねないですよ。あ、ちなみに私の顔が中央に出てますけども、ここにはね、泉健太代表がいますからね。まあ一応ね、激怒っていうのは私が激怒してますよってことですよ。笑顔だけど激怒ですよ。で、内閣不信任決議案を否決。岸田首相に自民党内から批判。総裁選への動き加速へということでね、岸田総理、孤立してるようです。ね。 一ところではトランプ大統領がね、なんか、岸田はとんでもないグラウバリストの手先だと、安倍とは全然違うぜ、みたいなことを言ってたみたいですけども、あれはフェイク動画だったみたいなんで、皆さん、騙されいようにしてくださいね。<laughs> いろんな情報が錯綜しますから。そして、この画像の下の方に書いてあるのが何かというと、内閣不信任決議案、午後4時過ぎ、与党などの反対により、否決ということでね、与党などですよ、ね。自民党、公明党が、 なんで自民党にいつまでも味方するんだとそこまでしてね政権与党つまり権力者の座に居座りたいのかというところですよね公明党さん権力はね使うものであって使うむものではないでしょうまあこんなの名言でも何でもないんですけどねその権力によって何をするかですよ民を救ってくださいよ私たちを救ってくださいよね定額減税来てるけどもこんなものではねごまかされないよ そうじゃないでしょうそれから子ども家庭庁なんか5兆円もの予算をつぎ込んでやってるみたいですけども5兆円をそのまんまねもうちょっとお金があれば結婚して子どもが生まれるのになっていうところに配ったらどうですか一気に解決するんじゃないですか大体いい今ね金がないから結婚できない結婚した後ともお金が安定して入ってくるかどうかわからないだからもう子作りやめようかってことになっちゃうわけですよ で、その結果何が起きてるかというとねお金を余らしたね親父さんとかそれから中年男性がね大久保公園に集まってるわけですよで大久保公園に行けばもしかしたらねなんかこうパパ活できるかもしれないと思って若い女性がそこに並んでいるということですよこれ自民党のせいだぞね、しかもそこのパパ活に自民党のなんとかっていうのが <laughs> なんかねあなたの 少女卒業をお手伝いいししますみたいな感じででやってるでしょ誰だっけあれなんかね喋るな喋るなこれですよって言ってたお前だよと <laughs> お前がねねしゃ,しゃぶるなしゃぶるな <laughs> これですよ本当 <laughs> なんかしょうもないなと私が一番しょうもないですけどもねはいすいませんでしたとにかく今回ね公明党が自民党のインチキに勝たんお前公明党もうやめちまえよ本当にもう何やってんだよ 国民の暮らしは苦しくなるばっかりですよ。そして、国会議員の皆様は、もう、ね、素晴らしい人生じゃないですか。じゃぶじゃぶお金が入ってきて、政治にはお金がかかると。民主主義にはコストがかかると。馬鹿野郎と。民主主義にコストなんてあるかと。かかんねえよ。バカ鹿賃がお前。ね。民主主義は、私もあなた、あなたも私って気持ちがあれば、それで通るわけですよ。自分の特権を維持しようと思って、金ばらまいてるから。 お金がかかるんもうね東京都知事の話に切り替わるけども年寄りはもういいよ政治をつつかなくてね607080で一体何をやるんだよ何ができるんだよもう時代遅れすぎるよスマホ使えてますかね AI 使えてますか ?30 年先の責任を持てますか 東京都これからの30年を考えた時に30年後にこの人はもういないだろうなと思う人に都政はねやっぱり任せらんないなと思いますただ若いというだけでもう当選する資格はあると思いますでその中でね若い人がいっぱい立候補してきたらその中で能力の高い人を選べばいいと思いますけどもなんせ若い人がねその政治の場に入ってこれないように画策してるでしょ 若い人で政治の場に入ってくるのは、二世議員とか三世議員とか世襲ばっかりじゃないか。ルパンだって三世までですよ。バカチンガマン、ン本当に。こんなね、もう何と言いますかね。どう言うんですかね、これはね。まあとりあえず私の顔、ここから外しとこうか。泉健太さん。ね。いや、このね、泉健太さんもね、存外だらしない。岸田さんをね、全然詰められないっていうね。下手くそだよね、これ、絶戦が。 あの下の戦いって書くんですけどね下手全然もう岸田さんにしてやられてるじゃないかあんなね岸田ごときにね口戦争で負け取っちゃダメですよ泉健太ねそれこそ私は小川淳也さんの側でね立憲民主党の頭を取るのにはまあいいんじゃないかなと思うけどもあの人ももう5152だもんなねこうなったら原口さんとかどうですかね 朝の YouTube ライブでトークは鍛えられてるし、ディープステートって言葉をね、バンバン出てくるんで、なんか、原口さんは、ちょっと歳はいってるけども、でもなんか、立憲民主党のね、ドーンやったら面白くなりそうなんだけどね。はい。ということでね、NHK 党の動きも気になるところですけども、私のかつて支持していたガーシーは何、何落語家になるみたいな感じでね、人の人生っての面白いですね。さあ、それでね。 まあそもそも、あの、降こ降下じゃないや。公明党。公明党と総合学会がめちゃくちゃになったじゃないか。公明党をなんとか、い今白いなんか全然役に、たまには役に立つことしろよ。公明党、ほんとに。なんだよ、もう。ね、そういうこと。そういうことですよ。ね、私がね、言いたいことを言って終わり。もうこれで。すみませんでした。<laughs> まあ、東京都知事は石丸さんやってほしいな。ねどんな形になるのかちょっと見てみたいな。だって、 蓮舫さんだって別にね、小池さんを追い落とせればいいっていうところでしょああしたいこうしたいってものが明確に見えてこないんですよ。で、田母神さんは、すごくね、信頼できる人だとは思うんですけども、いかんせんちょっとね、年齢がいっちゃってるんで、もう今からね、うーん、どうなんですかね。やっぱあれですね、石原慎太郎さんがね、あの世から降臨して、もう一回東京都知事をやってもらうみたいなことは、 なんとかなんないですかね。はい。じゃあ今日は以上です。ありがとうございました。お疲れ様です。言いたい放題でした。